キルロイ参上、キルロイ参上、キルロイワズヒアとも、キルロイワズヒアは、アメリカの大衆文化などで見られる句の一つ。壁の向こうから長い花を垂らして覗く姿を伴った落書きとして描かれることがい,い。その起源は、諸説あるが、少なくとも、第二次世界大戦の頃には、アメリカの各所で見られた。このフレーズは、アメリカ軍の軍人が、配備先や、野営地などの壁、 または適当なところに書いた落書きが広まったとも言われ、英語のことわざ辞典、ブルーワー、エスディクショナリー・オブ・フレイジン・ド・フェーブルは、少なくとも、イギリスでは、アメリカの空輸訓断員が用いたと推測している。作家のチャールズ・パナティは、このいたずら感にあふれた面とフレーズは、国民的ジョークになったと語り、続けて、これのとんでもないところはセリフにあるのではなく、 予想外なところにまで現れる奇抜さにあると述べている。同じ構図のいたずら書きには、イギリスでは壁の向こうから覗きながら文句を垂れるチャドが登場したものが流行った。また、チリにも同じようなものがあるが、こちらはカエルのような飛び出ためからサポ、サポ、引き換エるの意と呼ばれる。この他にもカナダではクレム、カリフォルニア限定でオーバービーなども見られた。 最も流行したキルロイを含めこれらは第二次世界大戦の記憶が薄れた1950年代には廃れたがフレーズ及び落書きは古典的ミームとしてしばしば用いられることがある。有力な説の一つにアメリカの造船所で働いていた検査官ジェームス・ J ・キルロイが起源というものがある。第二次世界大戦中彼は マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチー、フォアリバーズ汚染書で検査したリベットにチョークでつける印としてこのフレーズを用いたと言われる。後院は据え付けたリベットの数に比例して賃金が支払われたため、印を消して二度カウントされようとする格索が横行した。ヒルロイは対抗状を消しにくい黄色のクレヨンを用いるようになり、このサインは時が経過してもなかなか消えず、 残る結果になった。この頃、船は、細かな箇所までは塗装されず、軍に納品されていたため、特に通常は封鎖された区域などに、整備のため立ち入った軍人たちは、殴り書きされた謎の署名を見つけるに至った。その多さと不可解性から、軍の中で、キルロイと、彼のフレーズは一種の伝説として形成されたと思われる。そして、 新中地や作戦などで到達した場所にこのフレーズを残したと想像されている。ニューヨークタイムズは1946年頃に船を建造した印として、ヒルロイが残したサインであるとの記事を掲載した。その根拠として、風作画など後に落書きをしようとするやからが決して立ち入るとができない場所にあることを強調し、誰かに見せる目的で記したものではないと説明した。 1946年、アメリカの運輸会社が、キルロイなる人物を見つけたものに、路面電車1台を商品として探すイベントを開催した。JJ キルロイは、職場の同僚に担ぎ出されて名乗り出たが、応募した他の40人ともども本物の、キルロイと証明する術は彼にはなかった。それでも、賞を授与されたが、JJ キルロイはたまたま家の前で遊んでいた9人の、 子供たちに商品を譲り渡した。マイケル・クイニエンはこの、キルロイのフレーズと、別な発祥を持つ、チャドの落書きが混ざり合い、現在多く用いられる図柄になったと主張している。この、チャドは、出典がはっきりしており、第二次世界大戦前のイギリスの漫画家、ジョージ・エドワード・チャタトンによる創作とみなされている。戦争中の物資や、配給不足を皮肉り、壁の向こうから、 なんでまた、がないの一体、は、どこにとつぶやく図はイギリスでは広く知れ渡ったものだった。戦後の1950から60年代には、広告に用いられる例もあり、屋内トイレ設置工事のポスターに、なんでまた家の中に、トイレがないのというコピーと共に使われたりもした。この遺説としては、第二次大戦中のデトロイトにあった、弾薬製造所に勤めたキルロイが、 やはり完成した爆弾にこのセリフを書き込み、これが戦争中に広まったというものもある。やはり第二次大戦時を舞台に、ボストンの造船所で働く、アイルランド人のキルロイを起源とする説がある。JJ キルロイと同じくリベットの点検職に就いていた彼のところにも、招集令状が届いた。彼は毎夜馴染みのレストランで恋人と会い、時に、 妖精伝説などを語らい合いながら残された時間を大切に過ごした。そしてついに軍隊に召集される前夜、キルロイは恋人にプロポーズする決意を固めて、レストランで待っていた。ところが、いつまで経っても彼女は姿を現さない。幾くばくかの時間が過ぎ、じっと待っていた。彼は、レストランの主人の許しをて、いつものテーブルに、リベットで、キルロイはすひや。 キルロイはここにいたよとのメッセージと、彼女お気に入りだった長尾を持つ妖精の絵を刻み込むと、一人立ち去った。この頃のボストンには戦地に赴く兵士や、軍の関係者が多く滞在しており、このメッセージは彼らに強く印象付けられ、広まったものと思われている。なおキルロイは、無事に帰国することができた。懐かしいレストランに現れた。彼を見て、店の主人は恋人に連絡を取り、 二人は再会した。あの夜、彼女は不足の交通事故で入院してしまい、レストランに来られなかったのだった。キルロイのメッセージは恋人にしっかりと伝わっており、彼女は彼の帰還をずっと待っていた。これは壁の向こうから野球の試合を観戦する男がモデルだとする説である。長尾が特徴的なボストン在住のキルロイは大のレッドソックスファンで学校を抜け出しては、 フェンウェイパークのレフスタンド側の壁越しに試合を観戦していた。そんな彼も軍に招集され、砲撃手となった。ノルマンディ上陸作戦で彼の部隊がフランスに赴任した時、そのシャルルド・ゴールバリの花がドワイト・ディ・アイゼンハワー最高司令官の目に留まった。フランス軍服を着た数人の兵士とハリコの本部の真ん中に、ひときわ立派なフランス人司令官前とキルロイはポーズをとり、 敵のスパイを引きつけた。ドイツ軍はこの偽物にも戦力を振り分け、手薄となったところを連合軍本隊が攻め入り、作戦は成功を収めた。本物のシャルルド・ゴールとの面会を文字通り花と花を付き合わせるかのように済ませ、キルロイは舞台に戻った。仲間たちは攻撃されればひとたまりもなかっただろう。キルロイを暗示、そこ、イラ中に、 キルロイはスヒアの殴り書きをしていた。戦後退役した彼は愛するレッドソックスをグリーンモンスターの上から眺めながら応援し続けた。キルロイに関しては第二次世界大戦に絡んだ様々な都市伝説がある。ドイツ情報機関によってアメリカ軍捕虜の装備の中から頻繁に見つかったため、どんなところにでも容易に入り込む。 超人的な連合軍のスパイだとアドルフ・ヒトラーは信じていたという。また、ポツダム会議に臨んだスターリンは、控えに設置された専用の屋外トイレに最初に、入り、用を足して出てきて一言、キルロイって誰だと補佐官に聞いたとも言う。また、あるドイツ将校は、数々の都市でその名を頻繁に目撃したため、もし、キルロイなる人物に遭遇することがあったら、 何者なのか聞いてみたいと思ったとの語りも伝わっている。落書きのある場所についても様々な憶測が飛び交う。特にありえない場所について言及され、自由の女神像が持つ松明にあるとか、エトはある外線門や中国の露光橋に書かれているとか、ポリネシアの小屋で見ただとか、パリの下水道やジョージ・ワシントンブリッジの量の高いところにあるだとか、果ては、 エベレスト山頂や月にも書かれているといった奇想天外なものまである。このような指北す的な広がりの背景には第二次世界大戦時にあった数軸国軍の侵攻に対する潜在的な脅威に抗う連合国民の心理が自分たちが存在する証拠は至る所にあるんだというに転化している不死。これが今日まで姿形を変えて残存しているものと思われる。一般には 廃れた感のあるキルロイ参上だが軍隊の中では健在であるらしい。1991年の湾岸戦争ではクウェートに残された対空砲に描かれたキルロイの落書きがある。また2003年のイラク戦争ではファルージャの学校の黒板に残されたキルロイ山上が報道された。ここはアメリカ軍によって700人ものイラク市民が殺害された町であり。 戦闘はこの学校でも行われた。落書きは、キルロイだけではなく、ウィーラブポーク、豚肉が大好きさというイスラム教徒への不別を含んだようなものもあった。最近こそ、例が少なくなったが、キルロイ三上のフレーズ及びキルロイのキャラクターは、多くの作品に用いられる著名な題材である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。